京城内の木曽川駅、木曽川駅の旧駅舎、新駅舎内にある、旧駅舎のベンチと古戦橋の柱駅構内、木曽川駅は、愛知県一宮市木曽川町黒電池東張口に、ある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である、名鉄新木曽川駅との区分のため、JR 木曽川駅と呼ばれることが多い。駅番号は、CA73。隣の岐阜駅は、 岐阜県にあるため、東海道本線としては、愛知県内最後の駅である。運行形態の詳細は、東海道線を参照。ちなみに、解明によって、旧木曽川町が誕生するのは1910年であり、駅名は地名から取られたのではない。現在は普通列車のみが停車するが、1950年代に走っていた蒸気機関車牽引の快速列車は当駅に、 停車していた。島式ホーム一面二線を有する地上駅であり、2008年4月12日に完成した京上駅舎を備える。ホームのある本線の他に、上り線に二線、下り線に一線ホームの内服本線がある。この対比線は、通常は回送列車の対比に、ダイヤ混乱時などに、貨物列車の対比に利用されている。駅舎は、東西自由通路を兼ねる。 東西の出入り口にはエレベーターとエスカレーターが各一基設置されている。東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で尾張一宮駅が当駅を管理している。駅舎内部に JR 全線切符売り場や終日稼働する短距離自動券売機があるほか、自動改札機、当位化専用チャージ機、バリアフリー用のエレベーター、トイレが完備されている。 先日の東西自由通路は、駅の営業時間が終わっても、徒歩で通行可能となっており、駅の反対側に行きたいとき、通常の道路を通ると、駅の北か南の踏切を渡って大きく、迂回しなければならないが、近道として利用することが可能である。改札内には、旧駅舎で使用されていた待合用のベンチと、旧駅舎とホームを結ぶ、古戦橋で使用されていた柱が置かれているほか、 改札街、西口を出て、すぐのところに、大正時代、ポイント切り替えのために使用する油を収納する油庫として使われていた、レンガ倉庫が、近代遺産として、移設、保存されている。駅前ロータリー駅前に、無料駐輪場があり、東口のロータリー、西口のタクシー乗り場にはタクシーが常駐している。市宮市循環バスアイバス。ありがとうございます。